第49回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会関東地区準々決勝、足立学園高等学校対樹徳高等学校の試合、フットボール TV でお送りしてまいります。本日の実況担当、関東学生アメリカンフットボール連盟放送委員長松川達也でお送りをいたします。手前側のベンチ、ネイビーのジャージが足立学園高等学校、奥のベンチ、白のジャージが樹徳高等学校となっております。メインスタンド側、足立学園は東京都大会の2位、そして樹徳高校は静岡県1位としてこの関東大会に進出をしております。足立学園は都大会1回戦を堀越高校に56対0、2回戦17対0で総大学院に、そして準決勝では30対21で日大鶴ヶ丘高校に勝利、決勝戦では厚生学園に0対20と敗れまして、本日の試合東京都2位として臨んでおります。さあ、これからコイントスが行われます。コイントスの結果、選択権を獲得しました樹徳高等学校、レシーブを選択しました。足立学園高等学校は画面左から右へのキックオフを選択。第49回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会関東地区の準々決勝、足立学園対樹徳高校の試合は足立学園のキックオフで開始されます。両チームサイドラインでハドルを組みます。この間利用しまして両チームスターティングメンバーをご紹介してまいりましょう。まずは手前側のベンチ、足立学園から、オフェンスラインが70番締め、72番ヤンベ、75番長田、64番長沼、67番藤代のオフェンスライン、タイトエンドが38番園原、クォーターバックは2番の石原、ランニングバックに21番小林と25番早宮、そして99番水崎が入ります。ワイドレシーバーは11番の江川。ディフェンス行きまして、ディフェンスラインが66番坂井、68番仲間、96番山崎、91番室田、ラインバッカーに7番林、52番沢田、20番上原、そして53番阿部と入ります。ディフェンスバックが19番久保田、32番村田、18番小谷と入っています。白のジャージ樹徳高等学校、オフェンスラインが59番立畑、72番木村、74番谷藤、52番鈴木、77番松尾、タイトエンドに85番鈴木が入ります。クォーターバックは14番の小泉、フルバック20番谷門、テールバック25番瀬尾、ワイドレシーバーに84番杉淵と27番小川が入ります。ディフェンス行きまして、ディフェンスラインが73番三石、65番鷲津、83番矢部、40番原、ラインバッカーに84番杉淵、50番水口、85番鈴木、コーナーバックが35番志村と33番の奥山、セーフティーが42番西山、46番川口。さあ、足立学園のキックオフで試合が始まりました。低い弾道のキックオフ、ワンバウンド、ツーバウンド、そこから拾い上げてリターンしました樹徳高校、32番須佐のリターンでした。自陣35ヤード付近までリターンしました。ボール自陣の38ヤード地点です。この地点から樹徳高校、前半最初の攻撃開始です。ファースト10、樹徳高校ショットガンフォーメーション、手前側にタイトエンドとレシーバー2人、そしてまずは真ん中のランプレーから抜けてきます。ファーストとさらにゲイン、一気に敵陣45ヤードの内側まで持ってきました。
ランニングバック22番瀬尾のランプレー。ボールは敵陣の42ヤード、知徳高校ファーストダウンを取っています。ファーストダウンの攻撃は I フォーメーション、手前にレシーバー2人、奥に1人のレシーバー、そしてテールバックに持たせます。持たせたところを捕まえた、足立学園の68番仲間のタックル、1ヤードのロスに仕留めています。知徳高校下がったところから第2弾ファーストダウンまでは11ヤード。ショットガンフォーメーション、狭い方奥に2人のレシーバー、1人モーションかけて左へ動きます。そしてフェイクを入れてパスはスローバック、フェイクを置いたレシーバーへのパスを投げましたが、このパスは不成功です。パスが不成功で元の地点からの第3ダウンになります。知徳高校ファーストダウンまで残りは11ヤードとなっています。ショットガンフォーメーション、レシーバーは左右に2人ずつ、クォーターバック14番小泉がスナップを受けます。パスの構え、パスを通した、外して前へ出れるか、パスキャッチ84番はワイドレシーバーの杉淵、ファーストダウンには届きませんでした。残り3ヤードで第4ダウンです。大きく選手を入れ替えましたが第4ダウン、 I フォーメーション取ります。ギャンブルの構え、プレー始まる前に笛が鳴りました。プレーが始まる前に守備側足立学園が1回目のタイムアウトを取りました。フォースダウン、知徳高校がギャンブルに行こうとしたところ、守備側足立学園前半1回目のタイムアウトを取りました。タイムアウト明けまして試合が再開されます。知徳高校は敵陣35ヤード地点からの第4ダウン、ファーストダウンまで残り3ヤードです。Iフォーメーション、タイトエンドが寄ってきまして外へ右サイド、ファーストダウン取った、さらに押し込んでいく、ランニングバック22番瀬尾のランプレーでファーストダウン取ってきました。ただファールマーカーが出ています。審判団が集まってプレーの確認をしています。攻撃側知徳高校の反則というふうにコールがありました。レフェリーが知徳高校のサイドラインに反則の説明に行きます。こちらより下へのブロック、知徳高校の反則、15ヤードのバッタイとなります。
下がったところから第4弾はパントの構えに変わります。パントのボール抑えた。知徳の足立学園の選手に当たりましたでしょうか。抑えたボールは知徳高校、知徳高校が抑えています。攻撃権知徳高校。ゴール前で知徳高校の攻撃ということになります。知徳高校敵陣6ヤード地点からのファーストアンドゥーゴール。今度は攻撃側知徳高校が前半1回目のタイムアウトをここで取りました。14番小泉が1回サイドラインに戻って指示を伝えました。守備側足立学園は全選手をサイドラインに呼び戻して指示を伝えます。試合が再開されます。ボール敵陣6ヤード地点から知徳高校ファーストアンドゥーゴール。ワンバックに構えています。一人モーションで内へ寄せて、その内にハンドオフ。ランニングバック22番瀬尾にボールを渡しましたが、これは少し下がったか、1ヤード下がって第2ダウンです。下がったところから知徳高校第2ダウンです。セカンドダウンは I フォーメーション。テールバックに持たせます。瀬尾が2ヤードほどゲイン。さあ第3ダウンに変わります。知徳高校エンドゾーンまでは残り5ヤードです。アイフォーメーションタイトエンドは左側、フェイクを入れてプレッシャーかわす。右サイド出れるか、しかしこれは捕まりました。足立学園の33番ディフェンスバック山村のタックル。スクランブルに出ようとしたところを捕まりまして、8ヤード地点からの第4ダウンに変わります。第4ダウンはフィールドゴールの構えです。85番鈴木が狙います。あーボールこぼした、パスを、これは不成功。フィールドゴールのボールがスナップホールドできませんでしたので、パスに切り替え、パスは不成功。4回の攻撃終わりまして、攻撃権は足立学園に移ります。
攻撃圏足立学園、自陣8ヤードからのファーストアンテン、アイフォーメーションに構えています。テールバックにボールを持たせた、真ん中押し込んできた足立学園。ランニングバック25番は花宮、真ん中のランプレーは5ヤードの前進。第2弾ファーストダウンまで残りは5ヤードです。ショットガンフォーメーション、ハンドオフしたところ、割ってきたのは知徳のライン、知徳のディフェンス、ディフェンスライン、ラインバッカー50番水口のタックルでした。ボールキャリアは21番の小林。足立学園下がったところからの第3ダウン、ファーストダウンまでは9ヤード。大きく選手を入れ替えます。レシーバー陣が入ってきました。ショットフォーメーション、パスを真ん中通した、パス成功、ファーストダウン取ってきました。パスキャッチ99番美濃崎のパスキャッチ。ボール自陣の26ヤードまで進みまして、足立学園ファーストダウン獲得しています。ここで第1クォーター6分が経過しています。ウォータータイムアウトが取られます。第49回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会関東地区の準々決勝、足立学園対知徳高校の試合をフットボール TV でお送りしております。ウォータータイムアウト明けまして試合が再開されます。ボールは自陣の26ヤード地点、足立学園ファーストアンテン、ワンバック手前にレシーバーが3人います。ハンドオフして左サイドで開く、縦に上がってランニングバック25番花宮にボール渡して、左サイド8ヤードあるいは9ヤードほどゲイン。足立学園セカンドダウン残り2ヤードと変わります。アイフォーメーション、テールバックに持たせます。右サイド開いて、しかし原因にはならない。21番小林のランプレー、止めましたのは知徳高校の46番ディフェンスバックの川口が止めています。1ヤード下がって次の攻撃、第3ダウン。ファーストダウンまでは残り3ヤード。右のスロットアイフォーメーション、ハンドオフ持たせて真ん中抜けてくる、ファーストダウン取った、また立っている、ヒットを受けてバランス崩しながら50ヤード付近までボールを持ってきました。ランニングバック25番柴本のラン、失礼しました、足立学園のランニングバック25番は花宮のランプレー。足立学園ファーストダウン獲得しています。ボールは敵陣入って49ヤード地点、足立学園のファーストダウン点。ハンドオフして左サイド開けません、これは知徳のディフェンスが押し込めた。ランニングバック21番小林にボールを持たせましたが、ミヤードのロスとなっています。足立学園第2弾ファーストダウンまでは12ヤード。ショットガンフォーメーション、
ダイレクトストップが出る。ランニングバック溝崎にダイレクトスナップが出ました。さあ足立学園は6ヤード進んで第3ダウン、ファーストダウンのプレーで下がっていましたので第3ダウンで、ファーストダウンまでは残り7ヤードあります。右のスロット I フォーメーションピッチします。右サイド開いて花見上がれるか、サイドライン踏んだところでプレー終了になります。ファーストダウンには届いていません。3ヤード残って第4ダウンです。さあ選手は大きく入れ替わりました。足立学園第4ダウンパントの構えです。敵陣42ヤードからのパントの構え、パントを切ります。マウンド取ったところでそのまま膝をつきます。足立学園のパント、81番の江川のパントでした。攻撃権は千徳高校へ移ります。千徳高校ボールを抑えた地点、自陣の11ヤード地点からのファースト探偵、パスの構え、右サイドパスを取っています。パス成功です。パスキャッチはワイドレシーバー13番大里、クォーターバック14番小泉からのパスをキャッチしています。このプレー4ヤードほどのゲインとなっています。第2ダウンファーストダウンまで残り6ヤード、セカンドは I フォーメーション、テールバックにボールをピッチ、内へ切り込みましたが足立学園のディフェンスに捕まっています。22番瀬尾のランプレーはほぼノーゲイン、次の攻撃第3ダウンに変わります。ファーストダウンまでは残り6ヤード、トガオメーションからハンドオフ、右サイド開けない。22番瀬尾のランプレー止めましたのは足立学園の53番ラインバッカーの阿部が止めています。3ヤードほどのロスになりまして千徳高校は第4ダウンに変わります。自陣12ヤード地点からの第4ダウンはパントフォーメーション、パントを蹴ります。サイドライン際転がって転がって敵陣の方へ転がっていく、最後はサイドライン割りましてプレー終了。パンター32番村田のパントはうまく転がって敵陣の29ヤードまで転がりました。攻撃権は足立学園に移ります。足立学園自陣29ヤードからの攻撃開始、ファースト探偵です。アイフォーメーションに構えます。足立学園のクォーターバック2番石原、パスの構え、
レシーバー探してセーフティーバルブ、99番のランニングバック美濃崎へのパスを通しました。このプレーが2ヤードの前進です。第2ダウン、ファーストダウンまでは残り8ヤード。プレーが始まる前にプレイクロック、ゲームクロックがゼロになりました。第1クォーターの終了です。第1クォーターは両チーム無得点。第49回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会関東地区の準々決勝、足立学園対知徳高校の試合をフットボール TV でお送りしております。